皆さんこんにちは、かよです。今回は久しぶりに準備メイクをねゆっくりやっていきたいと思います。じゃあもうねファンデーションの前の化粧水とクリームはもうつけてあるのでメイクを早速始めていきたいと思います。VT のスティックを使います。韓国にね3日前ぐらいまで行ってたんですけど、その時に持って行ったコスメをね使いながらメイクしていきたいと思います。であと最近ゲットしたコスメもね使いながらって感じで、もうね最近本当なんだろう、あんまり新作を調べて買ってっていうことをねあんまりできてなくて、そうだからどちらかといえば限定品よりも定番品のものをね、あの目についたものをあった時に買ってっていう感じにしてます。こちらですね、これは韓国の Too Cool for School のアートクラスなんとかクッションっていうやつです。これをね使ってやっていきたいと思います。クッションは結構あのベースを塗らなくても使えると思うんですけど、念のためというかなんとなく私は塗ることの方が多いです。これカバー力結構あるので気に入ってます。普段もねそうなんですけど、今みたいにもう髪の毛をセットしてヘアアレンジとかも終わらせてからメイクすることが多いです。なんかねそっちの方がメイクの仕上げ方というか想像しやすくてそうしてます。今まではメイク終わってから髪の毛セットしたんですけど、ちょっとピン留めます。本当はねこう叩いた方がいいんですよね。このままパウダーを押さえます。これはキャンメイクのシークレットビューティーパウダー01番。これ結構ね最近すごい持ち歩いて使ってて、色はね透明なんですけどコンパクトで本当にね使いやすい。でこのパフはねウィッチズポーチのパウダー用のパフなんですけど、ちょうどね大きさが一緒で、ウィッチズポーチのパフの方がすごいふわふわで分厚いんですよ。なんかキャンメイクに付属だったやつあったっけな、あったと思うんですけど、それがちょっとねあの薄くて使いづらかったんで、私はこっちのウィッチズポーチのやつをこのキャンメイクの中に入れて持ち歩いてます。旅行の時とか、あと本当今回みたいに韓国にね行く時とかもすごくね役に立ちます。なんか結構パウダーって機能多くないですか。この前もなんかこう白のコスメをね見に行ったんですけど、白のパウダーがすごいでかくて、なんかこんな大きくて本当にびっくりした。なんか欲しかったんですけど、オーガニックのやつとかってすごいパウダーとか良さそうじゃないですか。だから欲しかったんですけど、ちょっとあまりにも大きかったからためらってその時は買わなかったです。でもなんか多分オーガニックだからなんかそういう化学繊維とかも入ってないから多分使用期限も少ないと思うんですよ。そうだからそう考えるとね使い切れるぐらいじゃないとなかなか買うの勇気いりますよね。意外と高いし。はい、こんな感じです。ちょっとねニキビあるけどまあいっかっていう感じで次行きたいと思います。眉毛はこのエルフで描いていきたいと思います。ちょっと最近更新頻度が少なめで申し訳ないです。多分ね一時的なものでバタバタしちゃってるんですけど、もっと上げたいっていうか、もう本当にねコスメはね続々とね新しいものから限定のものからね割としっかりゲットはしてるので紹介したいんですけど、本当ね私の時間配分が苦手すぎて、今日動画も撮ろうと思っててもなかなかそこまでたどり着けなくて、そうちょっと余裕がある人間になりたいんですよ。本当なんかこう心の余裕も具体的な余裕もね、余裕が大事ですよね。バタバタしちゃってなんかこう余裕ないと人に優しくできたりとかしないじゃないですか。自分のことで精一杯になっちゃうと良くないなと思ってすごい気をつけてるんですけど、やっぱり最近はちょっと本当予定詰めすぎなのか何なのかバタバタしちゃってます。そういう時こそ周りに感謝して優しくしていきたいと思います。はい、こんな感じでふわんと描いて、端をこのエクセルのサナエクセルパウダー&ペンシルアイブロウ EX の PD13 番を使います。はい、こんな感じで整えました。したらまたサナエクセルアイブロウマスカラの NBM02 番を使います。ちょっとね明日美容室なのかな、明日かな明後日かなぐらいに美容室の予約してて、次はね結構明るめにしようかなって思ってます。どうかな、賛否両論ありますよね。賛否両論なんか明るい方がやっぱり春は垢抜けて見えるかなって思って、あ、ここに付いてた、こ
これ結構マスカラって塗るの難しいですよね。なんかふわっと塗るのが難しくて結構ドバッとついちゃう。はい、こんな感じです。そしたらアイメイクやっていきます。インスタでもね何回か出してるんですけど、こちら白でお買い物をしてきたんですよ。もう早速汚してるんですけど早速汚れてる。こんな感じのねおしゃれなシンプルな紙袋に入ってて、すっごいねなんか高級感あります。でこんな感じのおしゃれなねやつも入ってました。で欲しいの結構あったんですけど、今回はねアイシャドウのみ購入してきました。でこんな感じのパッケージで、ちょっと汚れやすいけどプラスチックな感じですね。色はもう完全に3に似てるなと思っちゃいました。で中開けるとこんな感じです。1枚ね紙入ってて、を取ると4色入ってます。ジンジャーアイシャドウパレット 9A03 番買ったんですけど、匂いはしないかな。あ、でもちょっとする。ジンジャーの香りしますね。のアイシャドウパレットらしいです。ちょっとね全部色をね出していきたいと思います。はい、こんな感じのカラー で発色もいいですね。すごくこれはね指で3回2回塗りぐらいしたんですけど、1回塗りだともうちょっと薄いので調節もしやすいかなと思います。はい、すごいね好みなカラーなんで、一番ね初めに目に入ってもうこれ買おうって即答したものです。本当に私そんなにねオーガニック系のもの持ってなかったので、ちょっとね今回初めて使うので楽しみです。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、まずですねアイホール全体にこの一番白いカラーを塗っていきます。うん、かわいい。はい、こんな感じです。はい、次にここのカラーを塗っていきたいと思います。ちょっとずつ上にこう伸ばしていく感じで乗せてきます。こんな感じ。うん、オレンジかわいい。夏にいいですね。このオレンジでも優しいオレンジだから本当季節問わずに使えるけど、でもやっぱり夏使いたくなりそうな。そしたら細い方のチップでまた下にも乗っけてきます。囲みですね。こんな感じです。そしたら一番明るいねこの一番濃いかなオレンジ、一番濃いのこれか何でもいいか、このオレンジカラーをこのねブラシの方でちょんちょんってつけて際に、あ、ちょっとブラシの方痛いかも硬い毛が。結構これもねいい色なんですよね、オレンジ系。こっちにも始まりにも乗せます。こことここに乗せます。こっちもしっかり乗せてきます。毛がちょっとぼかしながら調節しながら乗っけます。はい、こんな感じです。もう一回ねこの一番初めに乗っけたここのね白いカラーをもう一回真ん中に乗せてきます。こうすることでより立体的にね目が見えるかなと思います。たっぷり乗せるためにこれもね指でやることをおすすめします。はい、こんな感じ。そしたら次ちっちゃめな細めのブラシに変えて、でこのカーキカラーをね乗せていきたいと思います。様子見ながら広げていく感じで、端目は端に乗っけてきます。で少しずつ幅を広げていく。ある程度幅がないと見えないと思うので、はい、これぐらいかな。自分の目の大きさに合った幅でしっかりと目開いててもグリーンが見えるぐらいを意識して乗っけてあげた方が、せっかくねこのグリーン可愛いので。でメイクしてて思ったんですけど、すごいアイシャドウやっぱり生姜の匂いしますねなんかこの今回は買わなかったんですけど、白のすごい人気なリップカラーあるじゃないですか。それが3月のもう少ししたらリニューアルでマットタイプとシアータイプが出るらしくて、シアーはもともと出てるやつっぽいんですけど、マットタイプが新しく出るみたいで、それもすごい気になりました。それもすごい生姜の匂いがするから、生姜の匂いが苦手な人はちょっとダメかなと思いますね。はい、こんな感じです。結構カラーメイクっぽい感じに仕上がりました。下まぶたのこの始まりの部分にこの
シャネルのこんな感じのすごく明るい、これもグリーンカラーなんですけど、ミントグリーンみたいな感じですっごい可愛いんですよ。これもお気に入りのカラーで、これをねこの始まりの部分にのせていきます。はい、こんな感じです。たらなじませます。はい、これで OK です。はい、マスカラはこちらラスティングアイライナー A を使いたいと思います。これにねカラーライナーでも可愛いと思うんですけども、十分アイシャドウですごいこう個性が出てるので、他はね割と自然なカラーでこんな感じです。ビューラーします。はい、こんな感じです。マスカラはそんなに主張させたくないのでベースは使わずに、ヒロインメイクロング&カールマスカラアバンストフィルムの02番を使います。はい、こんな感じです。リップクリームにこのディオール使います。もうちょっとだから最近はこれを使い切ろうと思って、これはねリップクリームに、今まではこれはグロス的な感じで上に塗ることが多かったんですけど、全然下に塗ってもいい感じです。オレンジでね統一させた感じのメイクにしていきたいと思うので、こちらナーズの最近ゲットしたナーズモザイクグローブロッシュブラッシュっていう、このモザイクのね可愛いやつ、これほんと可愛いを使ってきます。結構これね最近持ち歩いてて、あの韓国でも持ってったんですけど、チーク、ハイライト、シェーディングとして使ってました。でこれをこれぐらいのねブラシで真ん中をメインにポンポンポンって混ぜて、でしたらどこら辺にのせようかな。この白のやつを見ると結構モデルさんの赤くなってるところが割と結構下ら辺なので、下ら辺にこうシェーディングっぽくのせようかなと思います。これはねなんか赤寄りのオレンジだから本当何にでも合いそうなの、どんなアイメイクにも赤っぽいのもピンクっぽいのも対応できそうな、そんなに濃くしたくないのでこれぐらいでいいと思います。もう十分濃いかなちょっとこれでね軽く上からのせて、そうアイメイクがね結構ね私は濃いのでチークを加減しないとまずいなって思うんですけど、なかなかねチークもたっぷり塗りたくなっちゃう。こんな感じ、ほんわり内側から出ているくらいでいいかな。ノーズシャドウも同じやつでこれで入れてきます。これね黒の部分結構発色いいので、こんな感じで、ハイライトは指で鼻の上と部分的にのせるだけでいいかなと思います。はい、こんな感じです。いい感じ。リップは持ってったリップじゃなくてこのメイクに合うリップにしたいと思います。リップはですね今回はこちらセルボークの9番を使います。一気におしゃれな顔になりますよね。でそしたら上からこの、フェンティビューティーのフェンティグローってやつ、なんかセットで買ったんですけど、アイシャドウかハイライトかなの、あの粉物とセットでついてたちょっと小さめサイズのリップグロスですね、いい色。はい、ということでこちらで完成です。今回はねこの白っていう、私が初めてアイシャドウパレット購入したんですけど、ジンジャーアイシャドウパレット QA03 番を使ってメイクしてみました。こんな感じ、全体的にオレンジ系のねものをメインで使ったんですけど、ほんとねこのアイシャドウをオーガニックのものなのにすごく発色もいいし、あとやっぱ今時カラーだなっていう感じで、挑戦するようなねちょっと冒険した色も入っているし、日常的にも使える色も入ってるので、この2色だけとかで仕上げれば普通にオフィスメイクにも仕上がるし、お休みの時はこういうちょっと派手めな強めな色も使ってメイクしたりとか、結構ね今回は4色全部使ったんですけど、いろんな風に楽しめるかなと思います。私的にはこのセルボークのテラコッタとこの白 のアイシャドウ絶対合うなっていう風に思ってて、これでメイクしようかなって今日なんとなく思ってました。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。